長州眉は、新末に紀州省で起こった病民放棄の指導者。紀州省第9年銀川町出身。幼くして、父母を亡くし、地主の家で働いた。長州眉の生まれる約90年前に、清朝は、少数民族の土地による自治を廃止して、中央から官僚を送り込む、海土器流という政策を取った。これにより、各地に、 漢族の地主が入り込むようになり、大多数の宮王族は新朝管理、漢族地主、一部の病民地主の集奪を受けるようになった。そのような背景のもと、1855年に大表で貧しい病民が税の軽減を求めると、新朝の管理は漢人地主に断念を組織させ、病民の殺害を許した。こうして、病民たちは、長州麻友の指導の下に放棄し、 炭鉱町を占領した。病民軍は1856年から1858年の間に、清江町、大久縫川町、陳縁府などを占領し、各地に取り出を築いて、紀州省の東南部を支配した。この時ら三脇率いる、時京王と、京栄法率いる族、竜正淳率いる、明里花京と、長良将率いる海賊など、紀州の各地で、 民衆放棄があったが、長州眉はこれらの勢力と提携して、湖南省まで勢力を伸ばした。しかし1864年に太平天国が滅亡すると、関宝が率いる将軍が、奇州の放棄の鎮圧にあたることになった。病民軍は、幾度か将軍を撃退したものの、やがて追い詰められていき、1870年には、大工の井川町が、1871年には、 単行長が陥落した。1872年に、長州前は新軍に決戦を挑んだが敗北し、捕らえられて、調査で切られた。ありがとうございます。